にちは、崇城大学学長の中山峰夫です。今回は映像をご覧いただきながら音楽のご紹介をさせていただきたいと思います。キャンパスは熊本市内にあるここメインキャンパスと熊本空港にある空港キャンパスがあります。大学からは熊本城も見えます。音楽の教育理念は実学主義であります。学生一人一人が卒業するまでに何を学んだかではなく、何ができるようになったかを大切に考えています。学生のみんなにやる気のスイッチが入り、一人一人が成長できるように学生の心に火をつけていきます。